こんにちは、ケース。2022年の頭にポケカのスタンダードレギュレーションから C マークのカードがレギ落ちして、これで3ムーンレギュレーションの全てのカードがレギ落ち卒業ということで、その卒業記念にこじつけて、3ムーンレギュレーション時代に僕が作って使っていたデッキたちで対戦していこうという動画になります。はい、ということで、本日使うデッキがこちらになります。はい、ガブリアスのデッキになります。デッキレシピはこんな感じになっておりますと。はい、2種類の、ガブリアス、非ルールのガブリアスで、高打点を出して戦っていくデッキになりますと。ルカリオが波動予知という、場にガブリアスがいるなら山札から好きなカードを持ってこれるという特性を持っているので、こいつでサポートしながら、ガブリアスで殴っていくデッキになりますと。はい、一番お気に入りのデッキになります。対するはこちら、はい、メタグロスGXのデッキになります。デッキレシピこんな感じになっております。はい、こちらメタグロスGXとミューズ&ミュージックスを組み合わせたデッキなんですけど、高校1段目に特化しておりまして、高校1段目からミカンというサポートを使って、こちら高校1段目に使うと鋼タイプのポケモンを5枚手札に加えることができるんですけど、これでまあ盤面を広げて、かつ高校1段目いきなりミューズ&ミュージックスのパーフェクションでメタグロス GX の GX 技アルゴリズム GX をコピーして手札に好きなカードを5枚加えて、高校1段目から盤面を完璧に整えるというコンセプトのデッキになっております。はい、こちら僕の完全オリジナルデッキになります。はい、とても気に入ってるデッキです。はい、今日はこの2つのデッキで戦っていきます。はい、準備します。先行後攻はコイントスで決めたいと言いたいところなんですけど、メタグロス側が絶対にじゃんけんで勝っても負けても後攻を取るデッキなので、こちら後攻、ガブリアス側は、3分レギュレーションを先行からサポートが使えるので圧倒的に先行が強い環境なので、こっちはじゃんけんで勝ったら、先行欲しいのでガブリアス側先行で、対戦やっていきたいと思います。それでは対戦よろしくお願いします。深まるスタート、ダンバルスタートということで、お互い、エースポケモンの種600族の種ポケモンからスタートします。じゃあ1枚引きます。ドロー、ちょっと考えますね。ハイパーボール使います。このカードは自分の手札を2枚トラッシュしなければ使えない。ウズマ、せせらぎの丘、トラッシュします。自分の山札にある好きな、ポケモン1枚手札に加えることができます。カプテテフ GX 持ってきます。で、持ってきたカプテテフ GX ベンチに出します。特性ワンダータッチ使います。自分の番にこのカードを手札からベンチに出した時1回使える。自分の山札にあるサポート1枚手札に加えるということで、今のネオランドと同じ特性です。宇津木博士のレクチャー持ってきます。次博士のレクチャー使います。自分の山札にある HP が60以下のポケモンを3枚相手に向けて手札に加える。アローラロコン、リオル、深まるを持ってきます。持ってきた3匹全部ベンチに出します。前の深まるに基本等エネルギー手張りします。で、深まる特性岩隠れ、このポケモンに等エネルギーがついていなら、このポケモンの逃げるためのエネルギーは全てなくなるということで、逃げ値1なんですけど、今等エネルギーがついているので逃げ値0で入れ替えます。はい、アローラロコン前で以上、1段目番終了です。はい、ではダンバル側の、先行1段目1枚引きます。ミステリートレジャー、このカードは自分の手札を1枚トラッシュしなければ使えない。じゃあ基本鋼エネルギートラッシュします。自分の山札にある超またはドラゴンポケモン1枚手札に加える。カプテテフ GX 手札に持っていきます。で、カプテテフ GX、ベンチ出します。特性ワンダータッチ、サポート1枚手札に加えます。これはいけます。ミカン持っていきます。ミカン使います。自分の山札にある鋼ポケモン1枚相手に向けて手札に加える。そして山札を切る。高校プレイヤーの最初の番に使ったなら手札をに加えられる鋼ポケモンの数は5枚までになるということで、高校の最初のターンなんで5匹持っています。メタグロス GX、ダンバル、
メタグロジス GX メタングの5枚を手札に加えます。持ってきたダンボルたちはベンチに出します。ハイパーボール、メタグロス GX とハイパーボールトラッシュします。ミューズ&ミュージックス持ってきます。ミューズ&ミュージックスベンチ出します。じゃあ時矢の森貼ります。時矢の森使います。お互いのプレイヤーは自分の番ごとに1回自分の手札を1枚トラッシュしており、その場合自分の山札にある基本エネルギーを1枚相手に見せて手札に加えるということなんで、基本鋼エネルギートラッシュします。で持ってくるのが基本鋼エネルギー。ダンパル特性、引き合う体。このポケモンがバトル場にいる限り、このポケモンの逃げるためのエネルギーはベンチのダンパル分少なくなるということで、ベンチに2匹ダンパルがいるので逃げ値2なんですけど、逃げ値0でミューズ&ミュージックスと入れ替えます。でミューズ&ミュージックスに、基本鋼エネルギー手張りで、これで条件を満たせたかなというところで、技入ります。特性パーフェクション。このポケモンは自分のベンチまたはトラッシュにあるポケモン GX の技がコピーできるので、トラッシュに送ったメタグロス GX の技アルゴリズム GX を使います。アルゴリズム GX、自分の山札にある好きなカードを5枚手札に加えることができるということで、目標のところまで再現することができました。この5枚持っています。はい、これで番終了です。じゃあガブリアス側2ターン目いきます。ストロー、ラッキーながら雨があるので使います。どうしよっかな、どっち進化させよっかな。ガブリアス進化、この1匹にかけるのちょっと怖いけど、怖いな、やっぱり分散させます。こだわりハチマキをこっちの深まりにあります。で手札は、1枚なんですけど、この状態で DD 使います。自分の手札が6枚になるように山札を引くということで、今手札0枚なんで、6枚ドロー最強です。ハイパーボールで、DD と白菜かな。ハイパーボールで DD と白菜が出せます。ルカリオ持っていきます。でルカリオ進化、特性波動輸出使います。自分の場にガブリアスがいるなら自分の場に1回使える。ガブリアスいるんで使います。自分の山札から好きなカード1枚手札に加える。1枚手札に加えます。スタジアム張り替えます。時矢の森からせせらぎの丘に張り替え、せせらぎの丘の効果使います。自分の場に1回使える。山札から水または土タイプのポケモンを、選んでベンチに出す。アローラロコン持ってきます。ダブル無色エネルギーをこっちの深割れに手張りします。で、技入ります。アローラロコンが、道しるべエネなしで打てます。山札からポケモンを2枚手札に加える。ガブリアスとアローラ球根 GX を手札に加えて、これで番終了です。はい、じゃあメタグロス側に2ターン目いきます。1枚ドロー。さあ手札が充実しすぎててやばい。ダンバルメタング進化、雨、メタグロス GX 進化、雨、メタグロス GX 進化、ミステリートレジャー、リーリエトラッシュ、山札から超またドラゴンタイプのポケモン1枚持ってきます。対象なしで、でサポート使います。腹、自分の手札を全て山札に戻して切る。その後山札を4枚引く。自分がすでに GX 技を使っていたなら引く枚数は7枚になるということで、すでに GX 技を使っているので、なんと7枚ドローができるということで、こんなに腹を上手に使えるデッキはこのぐらいじゃないでしょうか。はい、7枚。ダート自転車、山札を上から2枚見て1枚ということで1枚トラッシュ、ダート自転車トラッシュ、もう1枚ダート自転車上から2枚見て1枚トラッシュ1枚手札、基本超エネルギートラッシュ1枚、基本鋼エネルギーを後ろのメタグロスジェックスに手張りします。で特性ジオスチェックシステム、自分の場に1回使える。自分のトラッシュにある超または鋼エネルギーを1枚バトルポケモンにつけるということで、トラッシュにある、じゃあジオスチェックシステム2回使ってこうしよう。基本鋼エネルギーと基本超エネルギーを前のミューズ&ミュージックスに貼ります。
これで、技入ります。パーフェクションで、そうですね、エナジードライブをコピーして、お互いのバトルポケモンについてるエネルギーの数かける20ダメージということで、3エネついてるので60ダメージ、アローラロコもちょうど倒して一旦終了です。はい、さあお互いベンチが充実してきたところ、逃げ根ゼロなんでとりあえずガブです、ね、前でというか多分こいつなんで、じゃあ1枚引きます。そう、せせらぎの丘使います。まずディオル持ってきて連射します。波動予知使います。ガブリアスが一番にいるので好きなカード1枚手札に加えることができます。1枚持ってきます。メイ使います。このカードは自分の、前の相手の番に自分のポケモンが気絶していなければ使えない。アローラロコンが気絶しているので使えます。山札にあるポケモントレーナーズ基本エネルギーを1枚ずつ手札に加える。ルカリオと基本等エネルギーと格闘道具を持ってきます。基本等エネルギーガブリアスに貼る、格闘道場に、スタジアム貼り替えます。ベンチのアローラロコをアローラ級コンジデックスに進化させます。特性不思議な導き、自分の番にこのカードを手札から出して進化させた時1回使える。自分の山札にあるグッズを2枚相手に見つけて手札に加える。そして山札を切るということなので、グッズを2枚持ってきます。不思議な目とこだわり鉢巻き持ってきます。こだわり鉢巻きガブリアスに貼ります。不思議な目使って後ろの深まるガブリアスに進化させます。これで技入ります。ガブリアスオーバーエッジ80プラス、望むならこのポケモンについてるエネルギーを1個取らしする。はい、その場合40ダメージ追加、これで120ダメージで、特性逆襲のオーラ、自分のサイドの残り枚数が相手より多いならこのポケモンが使う相手のバトルポケモンの技のダメージがプラス80ということで、相手サイド5枚、こっち6枚で1枚多いので、これで80の、200プラス持ち物こだわり鉢巻き、このカードをつけている、ポケモンが使う技の相手のバトル場のポケモン GX へのダメージがプラス30されるということで、これで230プラス格闘道場、お互いの基本等エネルギーがついているポケモンの使う技の相手のバトルポケモンへのダメージがプラス10されて、基本等エネルギーがついてます。自分のサイドの残り枚数が相手より多いならプラス40されるということで、こちらもサイド枚数負けているのでプラス40の270ダメージで、ミューズ&ミュージックスをちょうど倒してサイド3枚取って番終了です。ということでガブリアスの強さ出せました。ということで、どうしよっかな、ちょっと待ってくださいね、誰前かな。メタグロス GX 前で1枚引きますと、後ろのメタングをメタグロス GX に進化。ジオスティックシステム3回使います。鋼超前のメタグロス GX に貼ります。というか、まあグズまでルカリオ呼び出して、もさっきルカリオまで持ってきてたから意味なくて、普通にガブリアス倒し続けるしかないな。 1,2,3,4,5,6,7、まあ、8で、基本鋼エネルギーを後ろのメタグロス GX に貼ります。6枚以上なら使えないか。うわ、出したくねえこのカード、出したくねえけど、出したくねえな、出したくないけど手札を減らす必要があるのでギラティナをベンチに出します。マジか、直接ベンチに出すことめったにないんですけど出します。はい、でエリカのおもてなし使います。このカードは自分の手札がこのカードを含めて6枚以上なら使えない。このカードを含めて5枚なんで使えます。自分の、相手の場のポケモンの数分自分の山札を引くということで、相手6匹いるんで6枚ドローです。強い。5枚ドロー。マジでギラティナ出したくなかった。これめっちゃ負け筋になる。めっちゃ負け筋につながるけど。これだけ引いて何にもやることねえか、他に。こんだけ手札あるけど、もうこのまま技入ります。やめなし。ギガハンマー150ダメージでガブリアスをちょうど倒して最初1枚引きます。じゃあガブリアス側はとりあえず 2N0 のガブリアスを前に出します。1枚引きます。
前の、ルカリオ進化深まるいなくなっちゃった。どうしよう。さすがに深まる出しとかないとやばいな、この顔は。ただちょっと深まる出したいんですけど、倒したいんだよな先に。どうしよう、どっち先だ。いや、さすがにメタグロス倒せるときに倒しとかないとやばいよな。さすがにメタグロス倒せるときに倒してないと、きつい。ただ、次、こっちのガブリアスが止まる。1ターン作れるか。どうしたらいいんだ。詰まってることまでやろう。前のガブリアスに、基本、高エネルギー貼ります。ここ、なんか、ダッシュとかないと、止まっちゃうんだけど、ここ出しとかないとガブリアス切れて波動撃が止まっちゃうんだけど、深まる出すとこのターンにメタグロス倒せないんだよね。メタグロスは倒したい。今出る火力が王者の刃が100プラス白菜使ってたら100で200230プラス10で240で10届かないと。なんとしても倒したさはあるので、出さざるを得ない。本当はここに深まるを置いておきたいんですけど、ちょっと出さざるを得ない。ディアンシープリズムスター出します。波動予知一回使います。1枚持っていきます。白だ。使います。自分の手札をすべて、山札に戻していきて、その後、山札6枚引く。6枚。もう一回波動予知使います。1枚手札に変えます。これで技入ります。王者の刃。100プラス、この番、白のを出して使ってたんなら100ダメージ追加で白のを使ったんで200プラスこだわり8枚で30。プラス、格闘道場で、プラス、サイド、今勝ってる状況なんでプラス10だけ効果がついて、これで240。プラスディアンシープリズムスターの、特性、プリンセスエール。このポケモンがベンチにいる限り自分のトーポケモンが使う技の相手のバトルポケモンのダメージがプラス20されるということで260ダメージで前のメタグロスジェクスを倒してサイド2枚取って番終了です。残りサイド1枚。誰が前だ。メタグロスジェクス前で1枚取ろう。そう、相手が残り1枚になった時にこのギラティナがね、邪魔なんですよね。負け筋だから、出したくなかったんだけど、出しちゃってるの仕方がない。こうなったらこれ出してもいい。どうせ変わんないんで、ミューズ&ミュージックス出します。ミューズ&ミュージックスに、1枚、手張り。スタジアム、時矢の森に張り替えます。ハイパーボールで、レスキュータンカと、不思議な雨、フラッシュします。ダンバル掘ってきます。ミステリートレジャーでダンバルトラッシュ対象なし、リセットスタンプ、相手の手札を、相手は相手自身の手札を全て山札に戻して切る。その後相手は相手のサイドの残り枚数分山札を引くということで相手1枚なんですごいことになります。これは潤沢だった相手の手札を、これはよいしょ1枚。部屋の森の効果で、満タンの薬1枚トラッシュします。基本超エネルギー持ってきてきます。でこの状態でリーリー使います。自分の手札が6枚になるように引くなんで今3枚なんで3枚ローです。山札が薄いジオシテックシステム2回使います。で、鋼エネルギーと超エネルギーを前のメタグロスに貼ります。これで一応が前は倒せる。やれることはやったんで技入ります。ギガハンマー150ダメージでガブリアスちょうど倒して最後1枚取って番終了です。1枚かー、うわー、さっきのターンマジで失敗だったな。きちいきちいなー、どうしよう。さっきのターンにスタンプだった。1ターンミスった。さっきのターンにスタンプだった。こっちくっそー、カプティティフジ X 前で1枚引きます。運命ドロー。うげー、何もできねー。いや何もできないわけじゃない。
エネルギー回収。トラッシュにある基本エネルギーを2枚手札に加えます。基本等を手札に加えて、時計の森使っておきます。この等エネルギー、トラッシュで、等エネルギーを手札に加えて、ハイパーボール。こんだけエネルギーつけて大丈夫だ。OK。深丸持ってきてベンチ出します。そして手札がなくなっちゃったので、これにて番終了です。はい、じゃあメタグロス側は形勢逆転ですね。1枚ドロー。時矢の森の効果でアーゴ 4GX トラッシュします。対象なし。で、スタジアム混沌のうねりに張り替え。エネ切って逃げるんじゃなくて、グズまで逃げます。グズマ。深丸。入門前。ジオスティックシステム2回使って、ミューズ&ミュージックスに、鋼エネルギー2枚貼って、一応ダート自転車使っております。山札上から2枚いって、1枚トラッシュ、1枚デブラ。ミステリージョルジョトラッシュ。技入ります。コピーするのはエナジードライブコピーして、エネルギーついてるエネルギーの数かける20なんで 3×20 の60で深丸倒して再度1枚いって、これで番終了です。手札0枚の状況で終わった。臭いなぁ。手札前で1枚どうも。あー、ククイ博士、自分の山札を2枚引く。その後自分のこの番、自分のポケモンが使う技のバッダメージがプラス20されるんですけど、20になったところでって感じ。リセスト来た。リセスト。ガシガシ。リセットスタンプ。相手や手札をすべて山札に戻して切る。その後、相手は、残りサイドの枚数分手札を引くということで。うまい。とて終わりなんだよな。レスキュータンカー使います。深まる。手札に加えます。自分のトラッシュにあるポケモン1枚相手に見せて手札に加える。または自分のトラッシュにあるポケモンを3枚相手に見せて山札に戻して切るって効果なんですけど、深まる手札に加える方で、深まる手札に加えてベンチ出します。終わった。別にギラテネ呼び出せるわけでもなく終わってしまった。番終了。じゃあ1枚ドロー。はい、相手はおしまいですね。ジオスティックシステムをどうせだから2回使っておきます。2回使って、ない、嘘、ない、マジで。いや、ちょっと待ってくださいね。やりたいことがあるんで、まあ、勝ちは勝ちなんですけど、やりたいことがあるんでちょっと待ってくださいね。グズマ、なんでもいい、なんでもいいんで、アローラキューコン GX 前で、メタグロス GX 前で、メタグロス GX 逃げ根3枚使って切って逃げます。ミューズ&ミュージックス前で、まあ普通に殴って勝ちだったんですけど、やりたいことがあったんでめんどくさいことやってます。はい、でジオスティックシステム使います。トラッシュにある、鋼前のミューズ&ミュージックスに貼ります。そして技入ります。トラッシュにあるアーゴ 4GX の技ベノムシュート、超無で4NA のベノムシュート、このポケモンについているエネルギーを2個トラッシュし、相手のポケモン1匹に170ダメージ、2NA トラッシュして、相手のベンチのカプテテク GX に170ダメージ、ちょうど飛ばして、最初2枚飛び切って、こっちの勝ちで、対戦ありがとうございました。このベノムシュートが見せたくて、わざわざメタグロスを前に出して NA をトラッシュに送るというくどいことをしました。はい。いやー、リセットスタンプがですね、きつかったですね。まあちょっとやっぱり、深丸が切れたのは良くなかったな。深丸がいなくなってしまったタイミングにリセットスタンプ食らってしまって、本当に良かったです。あの時僕リセットスタンプ手札に持ってたんですけど、次のターンかなと思って渋った結果、相手からリセットスタンプが飛んできてしまったと。ということで、うわ、もったいない負け方をしてしまいました。はい。まあでも、久々、このデッキたちで戦って、まあ非常に面白かったですね。まあ、プレミ等多分あったと思いますけど、どうかご了承ください。はい、ということで、久しぶりに、
にお気に入りのデッキたち使って対戦して、面白かったです。はい、まあレギ落ちしてしまいましたけど、こうやって三分レギュレーションという、くくりで遊んでみるのもいいんじゃないかなと思います。普通に楽しめます。未だに僕ね、このなんだデッキレシピ見直したり、してるんで、この三分レギュレーションでもうちょいこのデッキたち強くならないかなみたいな見直しをすることもあるぐらいお気に入りのデッキたちなんですけど、そうやってなんかスタンダードレギュレーションってどんどんカードプール増えていくんですけど、増えずになんだろう、閉じられたプールの中で強いデッキを考えるっていうのもね、一つの遊びじゃないかなと思います。ということで皆さんも、お気に入りのデッキで、時々は遊んでみてはいかがでしょうか。では今日はここまで、ご視聴いただきありがとうございました。未来でまた会いましょう。バイバイ。